全部ひっくり返してからあと、まあ、2分ぐらい。今回ですね、こいつですね、厚揚げですね。厚揚げの超速角煮っていうですね、レシピがあるんですけど、これがね、角煮って大体2時間ぐらいできるんですよ。この超速角煮はね、15分ぐらいでできちゃうんで、ね、厚揚げのね、最高に美味しい食べ方だと思いますね。これはちょっとやっていきます。リュウジのバズレシピ。材料紹介なんですけども、簡単、これ、きな厚揚げ1袋、これ、使っちゃいます。そして、豚バラ肉、大体まあ 200g から 160g ぐらいの間で、これ、巻くんでね、長いタイプね、こういうタイプを用意してください。はい、あと、生姜が 10g、もうこんだけです。あとは調味料、概要欄に書いてあります。よろしくお願いします。超速角煮を作る上で何が一番大事かっていうと、やっぱり超速ハイボールを今から作っていきます。超速角煮に対抗するために超速ハイボール、はい、スタート。僕の感じだとまあ6秒切ったから、ウサインボルト超えたと思います。はい、ということで朝食確認をする。はい、じゃあまずね、厚揚げはね、これね、まあ切り方いろいろあると思うんですけども、今回ねお肉巻くんでこう切るじゃないですか。でこれね、縦に切ります。縦に切ってこれ真ん中、そうするとね、こういう、なんていうんですかね、ひし形なんかこういう真四角になるじゃないですか。これ真四角の厚揚げに豚肉を巻いていきたいんですね。まあ要は四角くなればいいですね。もうこれ、はい。そしたらちょっとここら辺開けていただいて、生姜ね、でこいつはこんな感じね。でお肉以外切り終わりました。でこいつを巻いていきます。1枚だとね長すぎちゃうんだね、だから半分に切る、ね、こういう感じでね、ほらこんな感じですよ。こんな感じ、はい、こんな感じ。ちょっとお肉余っちゃいますけども、まあ大体200g から 180g の手袋してるけどね、ちょっと怪我してるんで、手をね、怪我したんでね、手袋をしないとね、手怪我したりとか手がひび割れたりした時は必ず手袋しましょうね。大切な人を食中毒にさせたらたまんないですからね。こんな感じで巻けば全部この豚バラっぽくなります。この一口大にしたこの豚バラをこう並べていきます。ちっちゃめのフライパンで多分大丈夫だと思う。全部入ると思う。ほら入った。塩コショウをね軽くしましょう。これもうパラパラーっといきましょう。はい、片面だけでもどうせ煮ちゃうんで、片面だけでいいです。じゃあこれ軽く火つけます。でここで調味料を入れていくんですね。まずね、お砂糖、砂糖パン大さじ2杯で、白だし、はい、2分の1です。醤油が大さじ1と半分、まず大さじ1。これね、砂糖を溶かしていくような感じで煮てった方がいいです。そしたら酒が大さじ2、これね香りとコクつけていきます。お酒ってね香りとコクが出ますから、お水より美味しい、なんか旨味が出ます。あと水大さじ2杯、お酒だけじゃちょっと水分の足んないんで2杯入れます。でここにファサッと千切り生姜、ね、豚だけでも、豚と厚揚げだけでも美味しいんですけども、入れた方が豚臭さもなくなりますし、この生姜のねいい香りがね、いいジャンプになってくる。
で、中火にかけ続けましょう。ね、この超速角ね、中火にかけ続けてる間、僕は飲み続けます。ちょっと煮ました。3分ぐらい煮たかな。で、3分ぐらい煮たら、あの、一回ね、全部ね、ひっくり返してほしいんですよ。このままだとね、あの、下の部分が煮えないんでね、ひっくり返して全体に味を染みさす。要はね、これ、あの、厚揚げって、あの、火を通さなくても食べられるんで、要は、この豚だけ煮えれば、もう完全に食えるんですよ。全部ひっくり返してから、あと、まあ、2分ぐらい煮れば大丈夫です。ひっくり返して、もう、かなり、このつゆが詰まってきました。はい、もうなんかもう周り絡まるような感じですね。まあ、もう厚揚げの肉巻きなんですけども、これを、うん、よきかな、からしを添えて、はい、厚揚げの超速角煮完成です。それではできました。それではいただきます。それでは、いただきます。うわ、十数分で作ってそう思えないまさです。お肉だけだと時間がかかって仕上がりもこってりすぎになるんですけども、薄切り肉を巻いて厚揚げが中身に入ることですっごい濃い柔らかいし、めっちゃさっぱりしますね。たまんねえよ。でもボリュームはめちゃくちゃする。ということで、てっちゃん、乾杯。乾杯。食べてくださいよ、そんな。うんまっ。超うまい。うん。角煮よりこっちの方がいい気もする。35歳はこっちの方が好き。普通の角煮と比べて、うん、まあ、脂身少なくなってるから、うん、ほんとスッと入ってくる。スッと入ってくる、うん、で、中柔らかいから、うん、もう全然食べやすいし、すごっ。厚揚げだけど、多分もうこっちの方が好きだ。ほんと好き、ほんとうまっ、うん、まっ。あまりにも、からしが合いすぎて、うん、味変がないっていう。これはもう、このままで、うん、からしなんだよ。普通の金豆腐でやっちゃダメだ、崩れちゃう。絹厚揚げなんですよ。ということで、今回の超速厚揚げどうでしたでしょうか。角煮より安くて早くてさっぱりしてて美味しいっていうのがもう非常にいいと思います。少ないタレの分量で煮詰めながら火を入れていくことによって出来上がった時にはね、もうめっちゃ味染みてるんですよ。そんな最高の豆腐角煮みたいな感じになってます。ぜひ皆さん試してみてください。あ、高評価お願いします。中年 YouTube になってるからさ、もうなんかちょマイナスなこと言うんだよね。いやいやいや、お兄さんだから。お兄さんと。お兄さん過去35歳ちょっとそれ俺も恥ずかしくなってくるパターンだからさ、もう、うん、お兄さん新婚お兄さん、それはちょっといらっしゃい。じゃそれはちょっと後日また言う。いらっしゃい。いや、もういらっしゃい。嫁連れてこい。ダメ、連れてこいや。カットしてもうダメ。連れてこいや。怒られる。全部ピーか。ピーするかかった。いや、全部流す。だって嫁見てんだろ。いや、まあ